なんか都民ファーストの会の木下都議っていう女性の方がいらっしゃるんですかね、木下文子さんと言われる方ですけども、この方は何度もね無免許運転を繰り返したりとか、スマホながら運転を繰り返したりとか、免停になったりとかした上に今回人身事故も起こしてるんですよね。でこんなねひどい人が東京都を預かるね東京都議でいるっていうのは、これ都民ファーストの会の代表であるそのあれですよね、誰でしたっけ、小池百合子さんですか、何を考えてるんでしょうね、まあ本当にね、まあ、東京都がこういったしょうもない人に仕切られてると思うと気の毒でならないかなと思います。そして東京都ってのは日本全体を代表する、都市でもございますんで、まさにねそんな人がこういうところにいる、そして年金をむさぼってる、税金をね垂れ流してるところがどうなんですかね、納税者に迷惑をかけて車の事件まで起こしといてね、逃げまくっていって都民ファーストの会をクビになったら、今度はね自分の一人組織を立ち上げて、そこでまた議員報酬をね貪っているというね、犯罪者がですよ、犯罪者じゃないですかこの人ね、犯罪者がそういった権力を持っていいんでしょうかと私は思いますね。うん、本当にねいわゆるね恥を知れって感じですよね。まあなんかねこうなってくると、その女性に対する印象も悪くなりますよ、はっきり言ってね。本当はねもっともっと女性ながらの正義感とか、女性ながらの男性を駆逐するぐらいの正義感、こういったものをね生かして男に任しておいたらとんでもないことになるっていう風な切り込み方をしていただきたいのに、これだとねやっぱりね、まあ一部ツイッターとかでも上がってましたけども、やっぱ女にやらせておいてダメだなみたいな差別発言も出てくるわけですよ。でもこれは今回の件をこんなことを起こしてしまったらね、やっぱりねそれをネタにこんなこと言われるのも、まあね、ある意味仕方がないっちゃ仕方がないんで、なんかね男のしょうもなさとかだらしなさに鉄槌を下すために、女性には今後ねなんかこう権力を持ちたい人にはこんなインチキなことが起きないでほしいなと思いますね。うん、木下文子さんね、当て逃げ無免許、まあ、早くねこういうのも飯塚幸三と一緒にもう上級国民用の牢屋に入れて終身刑でお願いします。それでは本日は以上です。